2024年1月2日の雑談配信です。明けましておめでとうございます。2ですね。えっ、ー、と、令和が6年になりました。えっ、ー、と、あの、天皇陛下が1月2日になんか国民に挨拶するって言って、なんかする祝賀会が、えー、コロナ禍があってから、あの、なんだ、人数制限も設けないで、 えー、挨拶するよというのが今日だったんですけど、1月1日、昨日ですね、えー、夕方4時ぐらいに震度7の地震が石川県であって、えー、で、えー、取りやめになったそうです、だから、そんなお祝いしてる場合じゃないっていうので、えー、自粛するっていうのでね、えー、自粛、自粛ですねなんて思いました。えー、ね じゃあもうこれからなくてもいいんじゃないかなとは思うんですけど、なかなかあれですね、れ令和の天皇は、うこの、ずーっと令和が始まってからコロナだとか、地震だとか <laughs>、大変なことに巻き込まれてますななんていうのをちょっと思ったりいたします。うだ平成は、いや平成も地震があったりとかしたからな、あれですけどね、かずずっと、 なんかそういう公務みたいなのができてないね、なんていうのも思ったりしました。ええー、まあ自信の話だと、そうね、まあ大変だね、なんて思うけど、まあ僕にできることはね、その、募金するぐらいしかできないから、まあそれ、それをしようかぐらいには思いますけど。ええ、NHK の ニュースで、まあ、速報というか、が入って。それで、えー、っと、アナウンサーが、逃げてください逃げてくださいと、うんあ。はい、いつも思うのは、長いな、ごめん。はい、ちょっと待ってね。よいしょ。ごめんなさいねなな。長いのは悪くないんですよ。ただ僕が目が悪くて読めなくなってるから、じ読むの時間かかるだけでね、えー。報道のヘリが邪魔するから、 救助の捜索ができないんだって。消防士の知り合いが言ってた。ああ、だから、助けての声が聞こえないんでしょねえ、ドローンにすればいいのにね。<laughs> あの多少音ちっちゃいんだから。だからだからちっちゃい助けてって声が聞こえないからってことでしょあの報道ヘリが飛んでるっていうのね。だからド、ドローン飛ばせばいいのにねあの。日本ドローン飛ばしちゃダメだから。 あ,ーね、あと許可取るのにいろいろ時間もかかるみたいだからヘリならその許可いらないからということで飛ばすんだろうけどね。そうねーあー。あとせ世界だとどこだっけうーどっかでやっぱ大地震があってさ、あのー、わーなんていうのも去年ありましたよね。 まあ言われて反省しないんだったらはそういうことなんでしょうなと思います。飛ぶヘリね。飛ばせるから飛ばしてんだろうし。で、僕何話そうとしたあ、アナウンサーの話ねその。アナウンサーがさ、その、すごい緊迫。ああ、テレビ画面もすごかったね。文字ばっかりで。うわーってなって。一番びっくりしたのは、なんか、その、う津波。 逃げてってひらがなで大きくバーンとね、点滅して津波逃げてってって、で、この辺に日本地図があって、西側が全部そのね3、3メートルの津波が来るぞとか言ってて、これがまた各局全部ね、報道番組にお正月の賑やかバラエティなんかや,やる暇ないんだってって、全部がこう、その夕方に切り替わったわけですよ。 あすごいねって、まあ、お正月からねなって思うんですけどでもお正月だろうとなんだろうとやっぱりあのいつ地震が来るかは別にね分かんないわけですからまあ1月1日に来ることもあるだろうむしろ、ね、去年の m ワ1グランプリとかやってる時に地震が来ないんだから、うん、気遣ってんのかなうちの地域の NHK は ああ、ああ、長くなるからき切ったんだね。読みやすいです。ありがとうございます。<laughs> うん、ああ、そうね。読みやすいですね。長文じゃないとね。ありがとうございます。えー、っと。いや、まあ、それでびっくりしたのが、アナウンサーがなんかすごい感情的にものを訴えたっていうのがあって。えー もうこれ女性だとか男性だとか全然違うんですよ。あのね、その危機感を煽るために、逃げてっって、声を張り上げて <laughs>、やるっていうのが、あの、多分、そのいろんな震災とか経験した中で一番効果的な方法であろうというので取ったんでしょうね。この、うん、第一報で一番こう、その、 早く逃げてほしいということで、えー、声を荒げるというか、ちょっと感情を見せるということをやったわけですよ。それで、僕はこれがね、こ,これからの映画の演出とか、漫画の演出なんかで、使えるなーっていうふうにちょっと思ったんですね。それまでは、三流映画とかが、まあ、B 級映画と言われるようなものがさ、たまにそのアナウンサーが、 そのさ災害を報告しててさ、その原稿とかほっぽり出してさ、もうやってらんねえってって、俺は自由にやるんだとか、もう,もうこんな原稿読んでられるかみたいなのをさ、やるっていうシーンがさ、まあ、これは大げさだよね、なんていうふうに今までは思って見てたわけですよ。だけど、その現実に起こってしまったわけだ。大騒ぎして、逃げてっていう、この情報が正しいんです、信じてください。 みんな、もう、その、とにかく高台に上がってくださいっていうようなことを、ついに言う人が現れたって言って。あ、今はマニュアルに書かれてんだ。あ,ありがとうございます。NHK は地震のテロップと津波テロップ二重に出てきた。うん。そうなの。で、その後、またバラエティに戻るんだけど、戻ったら今度字幕だらけでさ、 <laughs> カオスだなって思ったって話も後でしたいですけど今マニュアルなんだねこれがねまあそう,そう言えと言われてるっていうのがあるけどだから今もうその時代性も変化してむ昔だったらそのなんだろうなそ,そんな安い演出なんか安い演出でその災害とかゴジラが来ましたとかっていうようなのをその感情的に話すアナウンサーなんかいねえよなんつってさ思ってたものが。 今は逆にもうね、マニュアルにも書かれてんだったら、じゃあそれがリアリティだっていうので、これから映画でその災害とかディダスタームービーとか、ああいうものを取り扱うときのアナウンサーのお芝居みたいなものが変わってくるんだろうななんていうのをちょっと思いましたね。まあそれぐらい新鮮というか、今までアナウンサーなんてとうとうと情報喋ってればいいじゃねえかよと思ってたし、え、AI に 任せればいいじゃねえかよぐらいに思ってたんですけど人間がやるっていうところで人間の仕事としてこれが正解だっていうところに今来てるんだなっていうのをねちょっと思いましたねだからアナウンサーが悪いとかあんなヒステリーな声を上げてとかっていうこととか女だからとかっていうのは全く関係ないこれからみんなああいうふうにやるんでしょっていう <laughs> ことだからあのリアリティラインが変わってんだなっていうのをちょっと 思いましたというわけでそれがまあ夕方にじその地震があってで報道特別番組に全チャンネルテレ東まで切り替わってそれでえみんなが同じようなニュースの報道をする震度7だ津波が気をつけろそしてこうがテレビ画面には真っ赤な字で逃げて黄色と黒の字で逃げてっつってあれはキャプチャーしてその 画像資料として残しといた方がいいななんていうふうに思いましたね。で、これが夜の、だからゴールデンタイムの夜7時の番組も全部潰れて夜の9時までずっとその報道番組をやってたわけですよ。で、一旦落ち着いたと。一旦落ち着いて夜の9時からまたその普通のお正月番組を流しながら、このね、テレビ画面で こう、なんか L 字型になって文字情報がわーってなって、これで、このバラエティ番組にもまた文字情報がい、ね、テロップがいっぱいついたり、ワイプがついたりする番組で、なんだろう、すごい見づらい画面だなと思って、それで、この L 字以外にもその日本列島の地図がこう出て、この日本列島の地図が常に右側に出てて、これで、あの、 前の地震の時はなかったと思うんだけど、その、テレビ CM が入った時に、CM の映像を隠すのは良くないってって、その、2010年代はさ、その、なかったと思うんだよ。その、CM に入ったら、あ、あ、スポンサーのところでは、もうそういう、その、情報とか流さないんですね、とか、CM 自粛した感じでポポポポ音が出たんですね、みたいな感じになってたのは、 今は CM と一緒にこの日本列島の映像出んだなと思ったりとかして、いろいろ変わってんだななんていうのも、うん、<laughs> 思いましたね。えー、変わってんだと思って。今は CM の人が怒らない人たちが、情報最優先で、これだけは映すんだっていうのをや,やるようにしたんだなっていうね。えーまあ、だから、CM 打つときにその自分の CM の映像だけは綺麗に映してくれとか、 効果的に使ってくれとか。むしろそういうところでは逆効果だから。もし、もしかしたらまた、あの、缶コーヒーかなんか、ウイスキーかなんかの CM で、あの、上を向いて歩こうの CM みたいなのをさ、あの、芸能人がいっぱい撮って、あの、やる CM とかまたやるのかもしれないですね。涙がこぼれないようになん言てってね。 もう見え見えなんですよ。あの時は僕も感動しましたけど、見え見え、見え同じことやったら見え見えなんですよ、なんていうの思ったりいたしました。そうね。あとは、もう全社一斉同じことやるから、どこ見たって一緒だし、その僕にはどうしようもないから、じゃあ暇だからイン,インターネット見ようかってなって、そしたら、その、インターネットが今大変で、元 Twitter の X が、 えー、もう嘘情報と、うん、X が、なんだっけ、インプレッションっていうもののせいで、これはなんか閲覧数ってことインプレッションーらしいんだけど、このイ,インプレッション稼ぎということを外国の方がやってらっしゃると。 よくアラビア文字でこうなんかよくわかんないコピペ文章を書いて猫の写真貼っつけて <laughs> っていうのがあらゆるその X の記事にくっついてくると。あね、なんだろうこのトレンドって思ってポンって押すとああのそのもうすぐ次の返信欄みたいなのとか話題のトピックの中にこのなぜかアラビア語が出てきて猫の写真が貼ってあってもしくはお姉ちゃんの写真が貼ってあって っていうのがあって、これは何のためにあるんだろうっていうの、確か前に聞いたはずなんですけど、ちょっと忘れてて。うん、何のためにあるんだろうな、なんていうの、ずっと不思議だったんだけど、これは閲覧数に応じてお金払いますよっていうのが X のシステムらしいんですよ。で、その小銭稼ぎしたい人が、その話題の記事なら何でもよくて、 うんその話題の記事にぶら下がって、そこでこう、もの物を書くとあの、閲覧数が伸びると、そうするとお金が入るっていうのでうん、もう、何でも、何でも、意味なんかない、そこに意味なんかない、お金くれるっつうからっていうのでその、ニュース記事の中に紛れ込んでくる、これが迷惑だっつって、これがインプ稼ぎ、インプレッション稼ぎって言われて嫌われてるんだっていうので。 初めてその、インプ稼ぎっていうのがですね。あ、これがインプ稼ぎっていうのかって。前から見てはいたけど、正式名称はインプ稼ぎって言って、嫌われる人がやることなんだなっ,つって。で、これが、その、いわゆる、なんだ、Twitter がインフレだって言ってさ、そのインフレ情報とか災害情報をテレビが見れないとかラジオが、 あちょっと聞きづらい環境の人たちが携帯電話で情報を得るのに役立ってたのが Twitter だったのに X に変わってからそのイーロン・マスクがその小銭あげるよっていうシステムにしたせいでこうなったんだなんて言われてーイーロン・マスクなんつってトレンドにイーロン・マスクとインプレッションが出てくるっていうねえそんなんになってたらしいはい捨てあたか作って助けてってのが多かったから えー、ブロックがはかどった。はあ、なるほどね。僕割とそういうのはもう、なんだろう、自然現象として <laughs> あの。あれはインターネットの SNS 災害として、そのブロックとかすると現象が見れなくなっちゃうから放置してるんですけど、嫌だなとか思うよ、僕も思うけど、まあ、ブロックした方が多分そういうのはいいんだろうなと思いますけど。 これをちょっと、今回の地震で実はその被害がどうとかもあるんだけど、一番勉強になったのはインプレッション稼ぎっていうのが悪いことなんだっていうのを、えーほら、この名前ですね。インプレッションって言うんだっていうのを、前にも聞いたけど、これはちょっと紐付けで忘れられなくなったななんていうのが思ったところです。僕も結構昨日はツイッターを見たり、 あと、まあぼ、僕もインプレッション稼ぎをするつもりじゃないけど、自分のその1月1日の地震でどう暮らしてたかぐらいのメモはしとこうと思ってさ、その地震があって、そのテ,テレビの番組がこれ,これぐらいの時間中止されて、9時に戻ったなと思ったら、またその後震度7の地震だっつって、その震度7の地震が誤報かもしれないっつって、<laughs> 情報が錯綜してるなぁなんて思うんですけど、 そこまでの、き、昨日のその24時終わる前にメモしとこうと思ってさ、で、思いついた、今年は辰年じゃなくて、生ズ年だな、みたいなことも書いたりとかして、それが、閲覧数がね、いつもはね、二十閲覧ぐらいしかないのに、やっぱその話題のワードが入ってるせいなんだろうね。2000円ぐらい見られててね。あの、あ、自分でも実感しましたね。 あ,のあんまりその僕その流行に乗って喋んなきゃとかいうのもねその10日に1回ぐらいしか思わないのであの毎日そんなことやるわけじゃないからああこれでねでこれに味をしめてやる人もいるんだなって僕はその、うん、それはお金になりゃいいけど別にならなきゃならないでいいとも思ったりもしてるのであのそうかこれに取りつかれた意識とかインプレッションをやるのかなんていうのを 思いました。まあ何でもね、あるね。あと、そうね、今のうちに話しとかないとってやつだと、まあ日本のニュースだと、その東日本大震災の時もそうだったんだけど、その火事場泥棒の話は絶対しないね。そのかわいそうに、えー、な人のところに無知を打つし、報道に載せると模倣犯が出るから、あれは抑えてんだろうなとは思うんですよ。あの頭が悪い人は、 どこまでも頭が悪いから、そういうのを言葉にして触れるところに置いといちゃいけないんだろうなと思うんですけど、継承鳴らしてる人もいますけどね。その、そうなんですよ。火事場泥棒はすごいんですよ。<laughs> 本当に、だから、でも、その、例えば停電するでしょ地域が停電したらさ、その、監視カメラとかも動かないから、犯罪し放題だし、そこで証拠が残ることってないわけで、 えー、あのこれは犯罪する人にとってはチャンスなんですね。あの、こんな大地震があって大停電があったりとかするところだと、あとはそういうところで ATM みたいなのを壊して持ってったりもうし放題だから、あそゃそういう犯罪する人いるよなって。僕も、その、東日本大震災の時に、その、国道のコンビニがさ、あれ、全部荒らされてんのね。ああ、すごいなと思ってさ、 あもう大停電で2、3日、そのコンビニも営業できないから、あそこからだから現金とか、あ,あと、そのね、ちょっと保存のきく食料とかも盗み出したりする人がいるとかね。あそこあったんだん、その、福島のローソンが板張りのベニヤで、バンバンバンって打ち付けられてんの、あれガラスで割られて、その、 店内に入ったやつがいいるんだよなんていうかねあの、そういうの見ましたからね。あのまあそうなんだけど、まあ、やっぱそれは模倣犯を防ぐためにはニュースにしないっていうことがまあ最善でもあるかななんて、かわいそうなニュースをかわいそうにこう被害が出て何人が死んでっつって、えー、みんなが同情するぐらいの方が悪人を生まないっていう。 うーだから世の中の真実は全て暴いてもう行けっていうことだけではないんだなっていうのをここでもう思ったりもしたっていうのはちょっと言っとかなきゃななんていうふうに思いました。えー、というわけでアナウンサーの話とインプレッションの話は終わりです。えー、高須委員長がまだ元気でね、あの災害になると高須委員長は元気になるなと思ってさ、あの人本人もね、その末期がなんだっけ いろいろ自然療法とかた試して延命してるみたいですけどいつも死にそうな顔してたりしてるのに災害の時になるとねヘリ飛ばして支援物資届けたりとかあ今回は何だっけ、えー、何恐怖症だっけ圧迫恐怖症だっけなんか名前が付いてんだよね災害で押しつぶされてる人を無理に助け出そうとすると なんか、ショックで死んじゃうことがあるから、とかなんとかいう話に、それに超反対してて、とにかく瓦礫から人を助け出してくださいと。あとは私たちが助けますなんつうことを言ってたりとかして、高瀬院長元気だなと思ったりとかしました <laughs>。<laughs> この人ね、いつも災害だと支援物資を自分とこのヘリで飛んでね、届けたりとかする人だから。 本当災害になるとこの人は張り切るなぁなんていうふうに思いました。まあ、それだけです。いいも悪いもない。元気だなぁと思って。死ぬんだろうなぁと思って死なない人だなぁと思ったりしますね。えー、と、さて、えっ、ー、と、インフラニュースっていうところでいくとですね、あの、今回の地震、あの、 インフラが整ると人間はバカになるって話は割と僕しつこいほどしてると思うんだけど、今回もちょっとまざまざと思いました。あの、まあ、とにかく逃げてくださいとかね、日の元確認して逃げてくださいみたいなこととかね、ずっと繰り返し言うんだけど、次さっき見た1月2日に見たね、ああ、もう津波警報は一旦解除されてんだとかっていうのとかもね、見ながらさ、その、 まあ今そそののなんかその避難所に集まってる人たちにとかまあそのお水とかが届かないからなかなか不衛生になりがちだみたいなところでえ何言ってるかというと手を洗ってください。洗ってください。食べ物は火をなるべく火を入れて食べてください。 あとは、その、後で食べようと残したもので食中毒になる可能性があるので、残したものは捨てる勇気を持ってくださいとかって言い始めてるのをちょうど目にしましてね。子供かと思ってさ、僕ちゃんハンカチ持ったみたいな感じで、ここまで言わないと今の人たちは、その、あの、ダメなんだっていうさ、それは何かっつうと、 うんうん、あ水がないからどうやったら手を洗えとあの。なんかね、ペットボトルに穴を開けて、ペットボトルの蓋に穴を開けて、これでシャワーみたいなのを作って、そうすると少量の水が出るから、その少量の水で手を洗えってことらしいですよ。ええー、と。で、そのね、その、なんだ、そのきょ、去年までは細菌感染もあるから、その、接触に気使ってくださいとかさ、 とにかく、その、なんだろうな、あのー、いろんなことに対して、その想定した危険を回避するためのことを、逐一アナウンサーが喋ってるのを見ましてね、ああ、やっぱ人間は馬鹿になるんだなっと思ったんですよ。その、そ、そういうことってこう、生きながらさ、その、こ,この飯は食える、食えないとか、 あね、腐ってる腐ってないっていうのはまあ経験値もあるけどそういうのがそのインフラが整ってその毎日その清潔な場所で清潔なご飯が食べられるっていう人にとってはその判断がつかないんだっていうことになってるってことだよなと思ってだから当たり前に暮らせてるその水準は実はその地球で当たり前っていうか電気とか街とかあ水道とか。 だそういったものがないところでく暮らしてる人にとっては当たり前のことが、都会で全部インフラが整って、ね、だトイレでしたうんこは水道で、下水で勝手に流れてって処理してくれるっていうようなところとか、そこでファブリーズすれば部屋がきれいになるっていうふうに信じてる人たちにとっては、あのこの災害で何もかも電気もストップするし、交通もストップするし、インフラが止まるっていうにそに、その 仮説トイレの使い方がわからないで、うんこまき散らしたまんまうーんにしちゃうような人とかさ、がいる。あと、女性は一人でトイレに行かないでくださいっ、つってね。あのー、その、危険を回避するために。一人で女性がトイレに入ってると、それを狙ってレイプされるかもしれないっ、つって。だから、その、お友達と一緒にトイレに行ってくださいとか、テレビのアナウンサーが、 指導してるのが、ちょっと印象的でしたね。ああ、なるほどなーっていう。その、インフラが整うことは素晴らしい。そのインフラ整ってっから僕も配信ができてるわけだけど、あの、いや、もうここまで言わなきゃダメなんだなーっていうところに来てんだなーと。 僕は、僕はその、あの、いろんなサバイバルとか <laughs> してきた人だから、あの、そんなん当たり前じゃんって思うようなことがみんなにとっては当たり前じゃないんだなっていうのもあるし、いや、すごいなと思って、生活能力という意味では、その、 あの、インフラが整ってる中で、まあ、その株とかやりながら、トレーダーとかしながらさ、お金を儲ける人たちみたいなのがいるわけだ。だけど、やっぱそういう人たちは、そ、そ、そのインフラが整ってる前提で生きていく術を身につけた人で、そのインフラが崩壊した瞬間に、その人たちは一人でトイレも行けない人として、あの、こうですよ、なんて言われるんだ、つってさ、びっくりしたな。あ、はい、なんですか はいえー、江の島の由比ガ浜で初日の出見に来た女の子の女子トイレによじ登って、こんなに長文なのにまだ続くんですか <laughs> いいですよ、えー。盗撮していたバカさんがいたらしい。どこの世の中にもバカはいるんだけどさ。あのー まあそういうのもスリルを楽しんでんだろうね。満員、まあ、電車で痴漢する人とかもそうなんだろうけどあー、バレたらどうしようっていうのが楽しくてああいうのはやってんだろうからね。まあ捕まってバレたんだったらもうそ,そこには喜びはないですから。ゲームオーバーですから。あのーね、あ、そうだ。あのー、ごめんなさい。ちょっと話が長くなっちゃうね。今日はちょっと予定より話が長くなりますけど、あのー 刑務所の食中毒の話が笑っちゃってさ、あの、刑務所で160人ぐらいが食中毒訴えたって、神奈川だっけ神奈川の刑務所がなんかで、なんかそんなのが年末にあったんですよ、ニュースとして。あっさり流れちゃったけど。あれ、笑っちゃってさ、逃げ場がないところでさ、食うのそれしかなくてさ、 残すなって言われているようなものでさ、そこで食中毒強制的に <laughs>、囚人がみんな食中毒になってんのが面白くて。あの、だから <laughs>、一番その衛生面とかさ、いうのでさ、気使わなきゃいけないのって病院とかじゃなくて刑務所なんだなと思ってさ、だって、まあその、死んでもいい人たちではあるわけだ。あの、犯罪者だから。 あのなんか世間に迷惑かけて入れられてる人がさある日突然さそれまで普通に食ってた食事の中にさたった一回その食中毒のもとの何かがねもう「O1577」ななんでさ「o 五5なってさ入った瞬間にさその人たちにはさ食べるのを拒否する権利もなければさ <laughs> 食わななきゃいけないけしさ、ね、決まった時間に決まったその牢獄の食堂に行って食わなきゃいけなくてで食ったらそのお腹痛い、調子悪いっていう言うけど原因が特定されるまではさ1人2人だったらさ嘘だろうとかさ、うん、の保健室に行って薬もらってこいぐらいだけどさ一斉にお腹痛いですってなったら。 老、牢獄ってすごいなと思ってさ、逃げられないんだもん、その、食中毒になりそうな食べ物があったとしても、お俺は食べたくないっていうことが許されない世界だから、その、お笑っちゃってさ、まあ、そ,それに、近からず遠からずがさ、その、あの、ほら、なんだか、ろ老人だっけ頭がおかしくなった人たちを収容する病院でね、看護師やってる人が、自分の災配で人殺しまくったみたいな、 ニュースがもう10年ぐらい前ですかねもう裁判で死刑確定したみたいですけど、あったでしょあれも似たようなもんだなぁと思うに。逃げようのないところで、その、ね、強,強者である看護師が、あのほ本来はか介護をす,する必要のある人をあ自分の判断で選別して殺したみたいなやつとか、 なんかね、そういうのがあるからまあこれはちょっと笑いましたね逃げ場のない <laughs> 逃げ場のない牢屋のやつもそう面白かったし今回の,そのいわゆる住民をバカ扱いしてるというかもう何でもかんでも何々してください火、ね、元は確認しましたかとかさブレーカーを落としてくださいとかさいうことも全部今は言ってあげないと。 その便利な世の中になってるから、便利な世の中になることはいいことなんだけど、便利になってることが当たり前、携帯電話が使えて当たり前、インターネットできて当たり前っていうように、思ってる人たちにとっては、インフラが止まるってことは思いがけないことなんだよね。それまで生きてて想定しなかったことが起きるから、その瞬間に、こうしてください、走てください、手を洗ってください。 ね、みんなが食事するところでこうね、その金をばらまく行為をなるべく自制してください、えー、ということですよね。行って回らないと、知らなかっだってき知らなかったしっていう人たちが当たり前に出てくるのが、ちょうど令和6年で、えー、こ,のこの地震によってあぶり出された、こんなにバカ,バカな人たちがというか、 こんなに世の中の仕組みをわからないまんま、その恩恵を受けて生きてる人がたくさんいるんだっていう、ことをここで如実に表してるな、なんていうふうに思ってねあ。あの、不謹慎で申し訳ないんだけど、面白いなって思っちゃったね。ああ、なるほどなーっていう。だから僕が思ってる、その、うーん、大人が今生きてる世界じゃないんだなっていうさ。 いろんなものにこう、もう、よっかかって生きてる人たちが、いると。で、その社会インフラみたいなものを、じゃあ、誰が支えてるのかとか、誰がコントロールしてるのかっていうことには、ほぼ誰も興味がないし、えー、そのニュースで例えば、ね、トラック運転手が少なくなりましたとか言っても、その宅配業務は減らないわけじゃん。あ、かわいそうだなっつって。 これぐらいなら自分で運ぼうかなとかさ、いうふうに思う人がいなくて、注文はどんどん増えるばっかりっていうさ。だそれは世の中の仕組みで何がどう動いてるのかをわかんない人が安くて使いやすくてその、むしろ今送料無料なんつうこと言ってるサービスがたくさんあるからな、なんかでネット注文することが当たり前になってるっていうことで、それは当たり前なんだっていうことにやっぱよっかかってることだから、 うね、必要じゃないものを買ってみたりとか、転売屋が生まれてみたりとか、あっていう背景はそこにあるんだろうなと思うんですよ。でその転売屋してる人も多分自信になって困ってるんだと思うしね、何どうやっていいのかわからないなんつってね、裸足でガラスを踏んだら怪我をするなんて知らなかったなんていう人がやっぱ出てくるんだろうからね、ガラスって割れるんですかみたいなさ。<laughs> いや、あり得るんですよ。それが多分あり得るんですよ。あそうやってても逃げる場所がない。自分は大丈夫だから信頼しないでもいてな。ああ、SNS かなんかで報告するやつですね。あのー、ね。 すごいなと思って。なるべく僕もそれは見ないようにするんですけど、まあなんか、うん、知り合いの何々さんがいて心配ですなんていうね、あの、政治家のツイートとか見るとちょっと嫌な気分になりますね。何株上げようとしてんのってこっちも思っちゃうから。<laughs> 知り合いが心配ですはどうしても入れなきゃいけない一文なのかなと思ったりとかするので。僕はもう立つ年じゃなくて、 えー、生ず年だなっていうのは、もう、もう今年一面白いこと言ったと思ってるから、絶対それは入れようと思ったんだけどあ、人様が知らない友達の心配してるやつとかで、しかもそれがある程度地位のある人とか、政治家とかの人があの、特定の人物が心配ですっていうふうにやるところでの人間性見せる感じとか、計算でやってんだろうなっていうのはちょっと、 見てて嫌なので、なるべく見ないようにしますね、えー。こういうのがね、ちょっと面白かったです。えー、まあ、どうしようもないからね。地震は、日本は地震大国なんだから。ね、あの、阪神大震災、東日本大震災。で、今回の、えー、令和6年、 石川大地震ですか。うん、もうね、そはしょうがない。ね、数えてみたら、ほぼ10年おきに起きてるし。で、関東大震災も来るぞと言われて、まだ来てないけど、今日来るかもしれないし、明日来るかもしれないわけだからね。うんうん、あまあ、明日は我が身ですよ。どこ住んでても明日は我が身。ああのもう 5, 5年ぐらい前ですか、僕、そのね、今東京住んでるけど、そろそろ、 陰居してどっか長野とかどっかに引っ越そうかなみたいな話した時に引っ越しの候補としてここがいいですよって言われてたのが石川県であのー、なんかねあの時いいねっつって無理してでも石川県に引っ越してたら今頃僕は地震の被害に遭ってんだよなと思ってさそれはちょっと思いましたねあの時石川県って勧めた人 いるかどうかは分かんないけど、進めた人が悪いわけじゃなくて、その時はね、洪水の被害が強かった年で、まあいろんなところで洪水被害が出てたから、石川県って洪水の被害ってないの大丈夫なんてことを、確かざ雑談で言ってた気がする。YouTube 探せば多分どっかにそれあると思うんだけど。あの、あの、ね、アーカイブ残してますから、あると思うんだけど、 あの時、本当、石川に引っ越さなくてよかったなぁって、金沢に引っ越さなくてよかったわぁっていうのはちょっと思いました思い。思ったっていうのは何かっていうと、僕、その、神戸の地震の時もそうだし、サリン事件の時もそうだし、3.11の時もそうだしあの、割とでかい災害の時ってね、国内にいなかったりとか、あのサリン事件の時、国内にいなかったんですよ。うん だからまあそのねしあれはし新宿限定のサリン事件でしたけどあのあれ日本にいたらもしかしたら僕はサリン事件の,の現場にいたよななんていう,ふうに思うから意外と僕はそのラッキーなんですよね。たたまたま たぶん、<laughs> ひ付けの仕方が5年前の雑談の石川の引っ越しの件で引っ越さなくてよかったのを引っ張り出すのはどうかなと思うんだけど、あの年、あの時引っ,引っ越しをしてたら、僕は今頃石川の地震でペシャンコになってたかもしんねえなとか、もうやっぱ思うわけで、もしくは土砂崩れに巻き込まれていかもしんねえなと思うと、 まあ僕はなんか、あれだな、もうあんま生きててもしょうがねえなって自分では思ってるんですけど、天からは生かされてんだなと思ってた。あんま神様とか運命とか信じないけど、うん、なんか事故の現場みたいなものから必ず遠い場所に僕は配置させられてんだなって、その生きてる場所、生きてる場所で。 だから僕の特技はもしかしたら危険回避かもしれないなっていうのも思いました。これは自分のことなんで。あのー、多分自分の悪運の強さみたいなのがそういうとこに出てんだろうななんていうのを思ったりしました。これはもう自分のことなんで、あのー、だからなんだって言われてもしょうがない。だってそう、そう、そう思うからさ。あの、すべての災害のところでたまたま出張先に行ってるとかさ。あのー、なんか、ね、そう、そういうので、 あの、危険を回避してるんだそ。その時に事件とか起こってるから。あまあでも、大抵の人がそうなんだろうけどね,そのね。地震に合わなかったとか、火山噴火に合わなかったなんていうのは、理由付けだからね。でもまた今回も、自分が住んでないところで、もしくは住もうかなーなんていう候補の一個に上がってた、うあの、 日本の西側の地域のところで、えー、地震が起こったっつってね。またこれがデマで人工地震がどうだこうだとか <laughs> 言われたりとかして <laughs>。いや、あとそうね、こんはい、何ですか、えー。羽田空港で滑走路が燃えてる。羽田で滑走路が燃えてるの、今度。あら、大変だね。ニュース見ていいですかそしたら。 何羽田が燃えてんのなんかね、そう。その石川県の空港もその地震の影響で、なんかねあの、滑走路にひびが入ってて3日間、うーんあれしてるらしいですよ。古畑任三郎がトレンドに入ってる。スクエアエニックス。架空付けチェック。 花枝空港はトレンドにないな。デマですか、うん、大丈夫火事場泥棒、日本共産党 <laughs>。 あのこ,こういう時に大阪万博中止とかっていうのが、ああ、ああ、今来ました。羽田空港の書き込みが、今2800件で、今ガーッと来てんだね。11分前、羽田空港着陸事故。ああ、なるほど。着陸事故なんだ。うーんああ、動画もありますね。羽田空港 C 滑走路で火事。 えー、札幌千歳からあ東京羽田便で、えー、A350 があ着陸の時に爆発したと。これで何これ貨物便なのそれともうん。人が乗ってんのあ、その情報はまだ来てないん、ね、で。ありがとうございます。なんだかすごいね、今年はね。 え、<laughs> 電子から、配信中に、またこうやってニュースが入ってくるわけでしょいやー。あ NHK で今映像出てる。いや、もう大丈夫。今、Twitter でなんとなしの写真とか、羽田空港にたまたま行ったら <laughs>、どうやら不時着したらしいみたいな、一般の人のツイートを見たから、もう大丈夫だけど。えー、ツイが地震で、二日で飛行機事故か。 全日空の墜落事故、もう何年前だ、あれ。ね、坂本九とかが乗ってたやつが墜落したのは。ね、しばらく日本で飛行機事故なんてないななんて思ってたけど、あーなんかすごいね、怒ってほしくないようなニュースがどんどん起こりますな。ほいで、僕今日何分に放送終了するっつったか覚えてます ?30 分で、25分で、 あの雑談終了しますよっていう宣言して、これでちょっと長くなるなっつって今、えー、45分雑談してるわけですけど、あ僕がだから30分でこの雑談を切り上げてたら、あ僕はこの羽田空港の事件について、えー、触れることが明日の雑談までないっていうさ、状況になるわけ。わかる昨日もそうなんだよ。だから1月1日で、 僕は1月1日の配信をゲーム配信にしようとして、あれでドラクエビルダーズやるか、サクナ姫やるかっていうので、サクナ姫を選択して、これで1時間ぐらいで配信終了したんだよね。サクナ姫分はね。で、そのサクナ姫の配信が終わった後に、その地震が来るわけですよ。石川地震が。だから、ゲーム配信中に、地震だーとかコメントが来ることもなく。 あの、じゃあどういうことかっついうと、僕が、その、予定通りにことを運んでれば、大体僕はいつもそういうものを回避してるっていうことで、えー、だから僕が配信をお、やめた後に地震が来てるわけですよ。すごいなと思って。僕、僕はそれちょっと、その地震のニュースがテレビで流れた時に、あのリンリン、リンリンなんつってね。 え、こう、やってた、あのニュースで、ああ、そうだ、僕今日は珍しく夜の配信じゃなく昼の配信したんだよな、って。で、昼の配信したから、まあ、楽しいお正月雰囲気の配信ができて、うん、地震の件に一切触れないで配信が終われた。で、今日も、その、羽田の事故なんつうのには、僕は予定通りに配信終わってれば、 その触れずに済んだっていうところで、これとかも僕の危険を回避する能力なんだなっていうね。もう直感で、直感で一番最初に考えた30分で終わってれば僕は、その危険を回避できるわけですね。だけど、その、だらだらと、もうちょっとこれ、今日話したいこと多いから、少し延長しようかっつうと、羽田のニュースが入ってくるんですね。まだ松本人志のニュースも話してないというのに。 これはだから僕自分でもね、危機回避能力としてすごいなと思いますね。だから僕は嫌な予感がすることはやらないし、嫌な予感がするときに無理して会社行ったりとか学校行ったりとかしなかったの。今日は嫌だっつって休むには、み,みんなから見ると何の理由もないように思えるけども、もう直感で嫌だっていうときに何か起こってるんですよ。だから、 嫌だなって言っても行きなさいとかさ、言われて行った時には、事故に遭ったりとか骨折したりとか <laughs> あ、あの、するんだ,もうだ。だから僕は行きたくないって言ったんだよっていうようなことが、うやっぱあるので、ね、僕はなんかそういうのをあ、あの、ほら、鳥が地震が来る時ににんか逃げ出すみたいな、あんなのが備わってんじゃねえかなと。まあ、たまたまのことも多いけどね。 悪いことが起こる地,地域に僕は割と住んだりとかしてないっていうのは何十年も生きてて思ったりします。だから僕から離れたり別れたりした人が不幸になったりとかするのってやっぱ僕が守ってる部分もあるんじゃねえかなという迷信的な思い上がりがあったりしますね。えー、なのであの私不幸なんですけどという人は あの、僕とお付き合いしたり、僕と一緒に暮らしたりすると、そういう危険は回避できるかもしれません。僕と一緒に暮らしてると自信に合わないかもしれないよ。ー <laughs> 僕と別れた瞬間に大地震で死んじゃうかもしれないよ。あーなーっていうふうに思いますー。こんなんがあれだよな、ナンパの手口だったらひどいナンパの手口だなと思いますけど、割とでも、 思うかな。まあ、地震とか災害とか以外で迷惑かけることも多々あるけど、なんかそうね。そうね。そう、そういう意味では、わかんないよ。それも詐欺かもしんないからね。本当はすごい被害に僕は合ってるかもしれないのでね。ちょっと思ったりいたしますね。だもう羽田のニュースは言って、どうせわかりやしないよ。 うーん。ね。あと、お正月入ってからやたらとその自粛を、CM 自粛してるところが多いから、馬娘も自粛してんだっけそのお正月バージョンを CM で流しませんなんていうのを、うん、言ってましたけど、そのせいかなんか知らないけど、今日はやたらとね、メメントモリっていうその <laughs> ゲームの CM <laughs> いっぱい見たなと思いましたね。 あの CM 気持ち悪くてあんま好きじゃない。その、なんか儚そうな、うん、こうね、発酵の美少女みたいなのがさ、ボソボソっと喋る CM でさ、なんか気持ち悪い歌が後ろに流れてんだけどさ、あれが、あ、あ、CM もう復活したんだ。ああ、じゃああれ1日だけ休んだんだ。ありがとうございます。いや、メメントモリの CM が多いなと思って。 まあ、隙間に入り込んだんだろうなと思うんだけど、まあ、とにかくメメントモリ見たなと思いました。今年のお正月はなんかメメントモリの CM ばっかり見たような気がいたします。まあ、その代わり AC の CM が少なかったのかなだからそんなの思ったりいたしました。というわけで、えー、いろんなその報道とかでさ、ね、飛行機も墜落したっつうんだったらまた報道特集だろうと思うんだけど、 えー、去年の年末に文春法で松本人志と小沢が VIP でっていうね、えー、ニュースがあって、8年前のね、えー、これはレイプなんじゃないかみたいな。で、それ,それの続報の文春法が意外と弱かったっていうのもあるんだけど、 そのよ吉本興業が、まあ、事実無根のことをこう報道してるから訴えますみたいなことを対応してる中で、まあ、そんな中で年末年始の,そのバラエティーショーみたいなものとか生放送とかあ紅白歌合戦からさその何かあるわけだ。ね、年始の,そのお笑い番組みたいなのがある中でさこの,このニュースが一切触れられない。 触れられたのは爆笑ヒットパレードっていう1月1日にやる、その、お昼の番組で、あ,あそこお昼だからまだ地震来てないんですよ。すごいなと思ったりとかして、爆笑問題がネタやるまではあそこ自信来てないんですよ。で、その爆笑問題がで出た時に、まっちゃんまっちゃんお笑いや一緒にやろうよなんつって言ってるあそこ以外が、その、松本人志に、 一切触れない吉本の芸人がいっぱいいる中でさ、その <laughs> 松本人志のあのニュースに関して、誰も触れないっていうのが、うん気持ち悪いと思ってさ、ジャニーズの時のあのね、ジャニーズの社長のことは言うなとか、そのね、性的搾取みたいなことは言うなっていうのが、その、 観光が敷かれてたって言われててたあの時の時ようにですよっていうか、今になると、ジャニーズの、あれは冤罪だったあんな事実はなかったなんていうふうに、また言い始めてる人もいた,いたりとかして、まあ、何を信じても、それはその人の勝手なんだけど、その中でやっぱこの松本人志という人が、守られてるなぁと思ってさ、<laughs> それも本人が望んでるかどうかは分かんないけどさ、 気持ち悪いぐらいその触れられない話題として、でかいニュースとかゴシップとして、その、触っていいようなところとか、最も近い吉本芸人がそれを触れない。触れたらもう多分テレビ出れなくなるとか、あの、潰されるって思ってんだろうね。別事務所の最も強い爆笑問題だけがそれに触れてて。 だからそれは多分、ま、その、爆笑問題の人がいつもテレビで変なこと言う人だっていうところも踏まえてなんだろうけど、あれ以外の人がみんなナイツとか毒舌漫才の人とかすら触れない、触れられないっていうのが、うわー気持ち悪ーって。それでいて、こ、こんな怖い、 環境になってる人のことを、ははははって笑える人っていうのは、やっぱおかしいよなって思ったりしましたね。あのな、ね、何笑いですかっていうさ、忖度して、ね、その、本当は笑う、面白くないんだけど笑ってる感じみたいなさ、あなんかさ、そんなのちょっと思いました。本当不自然なぐらいこれ、触れられない。ね、まあニュースが弱いっていうのもあるんだけどさ。 あのあのね、ぶ、文春法で、まっちゃんは、なかなか。だから、インターネットで、その、松本人志が嫌いな人しか、そのこ、これ、この話で熱くなってないっていうね。えー、のが、すごいなと思った。お笑い芸人たちが、全然触れない。うわうわぁ、生放送がいっぱいある中で。 えー、まあ、今日見た生放送だと地震のニュースにも一切触れないっていうね。それはそれで不自然なんじゃねえのって思ったりはするんですけど。だから、だから世の中不自然なんだなっていうのが、その、ね、この地震のニュースでわーってやるけど、やらないニュースもあるっていうね、んものも含めて、えー、不自然だなと思いましたね。ほんで、韓国の方でね、大統領選候補の人が首刺されたっつってね。 あもう、もう終わりだ。世の中は終わりだ。なんていう風に思ったりしました。えー、ひどいね。ひどいね、えー。まあでもそれもさ、ね、冒頭に言ったけど、たまたまだから、お正月だから起こってるニュースでも何でもなく、たまたまそういうのが重なるわけですから。ね、その自然災害は別に人間の作ったそのお正月とかに、 そ、忖度して襲ってくるわけじゃないから、あの、こんなんでいいよな、なんていうふうには思ったりいたします。まあ、ただやっぱ日本は10年に1回ぐらい、その、年始とかに、なんか災害級の何かが来るんだな、なんていうのはちょっと思ったりいたしました。10年後また気をつけていきましょう。あとりあえず、とりあえず来年ぐらいは大丈夫でしょう。 あと、そうね、やっぱ、津波とかの二次被害がないとね、死者数もそんなに行ってないらしいし、まあみんなが落ち着いた行動を取り、えー、その報道が、あ逃げてくださいってたくさん言ったから、あ,あと実際に津波が来なかったっていうのもあるから、あまあ、来なかったっていうか、ね、人災、人がさらわれるような津波にまで、こう、ならなかったっていうのもあるからさ。 うん死者数もね、そんなに行、えー、ってなかったってことなんだけど、大したもんですね。大したもんですね。うんそ,れそれは大したもんだなと思うよ。あんなね、みんなが油断してる <laughs>、行くたし来る年見た何時間後に、こう、地震が起こるわけだからね。えー、そんな中で、ああ、やばいっつってみんなが逃げてさ、あのーね、海辺にいたらよくないって思って。 逃げたりとかしてるわけだから、大したもんだな。寒い寒いって言ったってな、しょうがないなか。帰らないでくださいっていう人たちは、本当ね、大変だなと思うし、帰ったら家が潰れてたって人もいるだろうしね。今回のニュースだとね、あの、2階建ての家の1階が潰れて、まあ、車庫兼家みたいなところが潰れてて、ここに車が入っててさ、 で、この車が潰れてるっていう映像がさ、1階部分が全部グシャーンってなって、この、車の上に2階がドーンって乗ってるっていう映像を見ましたけど、いやー、もうね、すごいね。震度7の縦揺れの地震は、こうなるんだなーなんつってね。だから、人の力っていうのはやっぱり、あの、自然の力に比べて、無力というか、 あだよなと思ったりするよ。地震一発で、その何百年と積み上げた歴史の街が一気に消えちゃうんだから、あまあそんなもんだと思って、生きるしかないよね。耐震構造どんだけ高めだって震度9とか10の地震が来たら、うん、耐えきれないんだから、なんていうこともちょっと思いました。 まあ、そういうことで以上です。スクエニの話はですね、スクエアエニックスという会社が、えー、スクエアとエニックスという会社が合併してできたっていうことを知らない世代のゲーム好きが生まれてきて、おじいちゃんたちがカルチャーショックを受けてるっていうね、あの <laughs>、ことらしいです <laughs>。まあ、そうだろうね、と思うよ。だから、NTT が昔、電電公社っていうね、その、 会社だったっていうのも知らないとかさ、いろいろあるんだから、それはしょうがないよね。だから、JP っていうの、郵便局も昔は公営だったんだよっていうのとかさ、国営だったんだよっていうのとかさ、国鉄知らないとかさ、そんなのいっぱい出てくるんだろうからさ、まあそう、いちいち驚いてたってしょうがないよね、なんていうふうに思ったりいたします。あと、そうね、あの、高杉委員長が、 えーね、元気だっていうのもあるけどさ、その10万円配って夢を教えてくださいとかさ、いう社長いるじゃん。こう、ね。イエーイって。あの人とか、どうなんだろうね。<laughs> 助けたりするんですかね。今あの人お金持ってるのか知らないけど。 ね、宇宙とかに行ったりした人とか、こういうボランティア活動とかにいっぱいお金出したりとかするんですかね、えー。なんかね、と思ったりしますね。災害になると元気になる人はいるし。で、もしさ、今度さ、その、例えばダウンタウンの松本人志なんかその、寄付をするんだったら俺は匿名でする、なんていうことを言ってるけど、今回の地震でさ、自分で名前出してさ、 例えば、ものすごい何十億円も、その、ね、実名で寄付したって言った時にさ、その評価としてさ、偉いっていうふうに言われるのか、それともその、このレイプ事件と言われるものにさ、本当かどうかわかんないものに対しての火消しだっていうふうにまたバッシング受けるのかとかさ、でもその時にも実際金払、出してると。何十億という金を、 かわいそうだっつって、石川のあの東、西日本の人たちで、そのね、救済に使ってください、ドーンなんて出せる人がいない中でさ、あの、そういうことをやったとしたらさ、どう思われんだろうかなって、まあそういうことをやる人ではないだろうから、やらないだろうけど、ちょっと思うね。人が人間、人間が何かを嫌いでアンチ活動をしてる中でさ、 立派なことをしても褒めないんだったら、そのアンチ活動は、うん、やっぱり良くない活動だよなと思ったりする。だって良い、良いことをしようとする人のことも咎めるんだったら、何のためにその人は存在するのかちょっと、悪口言うためだけに存在するから、その、物音を正すためにいるんじゃなくて、その人が嫌いだからずっと叩いてるっていうことにしかならないから、うーん、ね。 ちょ,ちょっと寄付を実名でしてほしいな、なんていうのを勝手に思ったりします。お金持ってる人で、話題の人で、えー、今頃ちょうど自信になったっていうタイムリーの時に、自分が有名になるために実験的にその社会実験で10万円配るっていうことをね、夢を教えてくださいっ,つって言、えー、そ,そしてフォロー、フォローしてくれた人に10万円の権利あげますみたいなことやったこの人は、 今回の災害で何か寄付的なことをするのかな小田栄一郎は九州の災害の時に、ね、ね、そのお金をバーンと出したと。なるけど。じゃあ今度、ね、その、もう今回のその西日本の震度7の地震の時にはどうするのそうすると地震のたびにお金払う人っていう高齢の人になって払わなかった時にまたバッシングされるんじゃないかとかって思うと、 ジャイアン最初からやらなくてもいいんじゃねえかって思ったりもするうーん。そんなことを今は思ったりしております。まあ、その、地震にあった人のところは、あのー、そうだけど、まあ、どこでもあり得る話ですからね。えー、よいしょ。まあそ、そういう時になっても、慌てず、生き残れるように、えー、そして悪い人に、火事場泥棒みたいな悪い人にならずに、 まあ生きてていいいいけるのがいいかななんていう,ふうには思いますああとにかくこの地震のニュースでインプレッション数を稼ごうなんつうのはよくないからね。よ <laughs> くないっつうか、心証悪いよね。うん、だから人の不幸をネタに金稼いでんだろうって話で。あの炎上系 YouTuber とやってること一緒なんだからさっていうのもあるし。 まあ僕もこう,こういう話ではあんま人気者になりたくはないなと思いますけどあそんなのをちょっと思いましたね、えー、まあそんな中で、まあ、今日言った話が僕の中でいい,いい人であればいいなと思うんですけどあんまいい話じゃないね人の不幸をネタにしてずっと人のねバカじゃねえのって話をしてるからう今年のいい人になろうという戦法は早くも 早くも瓦解したような気がいたします。あでも、なるべくいい人ではありたいなと思います。ーまあ、あの、1月3日も何かあ,あるかもしれないですけどね。まあ、その時は、その時でしょう。お元気で。えー、予定よりも何分 ?40 分長く放送し,、ま、してしまったけどね。まあ、元気にやっていきましょう。 う死んだ人はしょうがないからね。戻らないからね。うん、それはしょうがないと思うんですよ。まあ、だから洪水とかより地震は防ぎようがないからな。うん、あ,あとびっくりした。の、能と半島震度7。震度 7!7! なんてね。驚いたりした。7ならしょうがないかって思うところもあるしね。 うんまあそういう時に、えー、人がどう動いてどう思って、そして誰にどれだけの心ない同情をするかみたいなことも含めて、うんえー、それら全部が人のすることだな、なんてでもそこでなんか自粛してこれは言わないようにしようっていうのも違うと思うしうん、まあ、あるものをあるまんまこういうことが起こってると、こういう悪いことをする人がいる。 こういうニュースに隠れて、ね、その、まっちゃんのニュースが忘れられるんだったら、そのニュースはその程度のことだったんだろうとも思うしさ。なんか、そう,そうだ。えっと、ルパン三世の声の人が、ちょうど95年に死んだんですよ。うん、あ山田康夫が死んだんだね初。初代ルパン三世の声って言ったらいいのかな。あの時がさ、死んだ何日か後に、その、 阪神大震災が来たんだよね。だから、みんな、ルパン三世の声の人が死んだってことを、当時、よっぽどファンの人じゃないと知らないっていう状況だったりしてね。うっていうのが確かあったはずです。なんか、そういうでかい災害に、もみ消されるニュースというのはあったりするんで、ね。今回のもが、それだったりするかなとか。あと、そうね。 こ,このまっちゃんのニュースは憲法改正のフェイクニュースだなんていうの言われてるから、まあ一応覚えとこうかなとは思いますね。このタイミングでなんか憲法が改正されてんだったらそういうことなんだろうっては思うのでな、何を改憲するんでしょうねなんていうのも、ね、変わった時に食わなきゃ食うデたおこしゃいいんだしっていうのもいつもの話だけど。まあそんな感じかななんていうふうに思いました。ー以上です。 ああおありま。Uh,